です。ツイッターのフォローをしてくれて、そしてリツイートしてくれたら、50万円あげますみたいなね、アカウントを私はフォローしてリツイートしました。その結果どうなったかというと、ダイレクトメッセージで知らない方からね、儲かる話がいっぱい来ました。わ、まあ、かっていたんですけどもね、一応ちょっとね、定期的に試すんですよ。 そうすると、こうなった。みたいなね。私のネタが増えるということなんですけども。結局、お金が欲しいですよ。簡単にお金が儲けたいですよ。っていう人のリサーチをフォローして、リツイートしてくれた方に、50万円プレゼントというキャッチコピーで集めてるんですよね。で、集まった、そのアカウントに対して、30万払ったら月収100万ですよ、みたいな。 単純なやつがパスッと届くとねその中の一定の割合の人が30万払うっていう構図なんですよね変わってないですねでリピータータっているんですよ何のリピーターかっていうと詐欺にかかるリピータータです同じ人が同じようなものに延々と払い続けて3年5年10年とね、うん、それだけ払う金があったんだったら全部貯めとけば相当な資金になってるんじゃないかなと思うんですけどね まあそういう風なね、被害報告が私のところにも来ます。久保さん、騙されました。そんなね、相談が来るんですよ。即下塾でまた勉強します。みたいなね。いや、即下塾で勉強するのにつまずいて、しばらく音信不通になったと思ったら、その全然知らない人にお金をね、バンバン払って、お金がなくなったんで、即下塾に戻ってきたと。即下塾の頭金は払ってますと、残金もうちょっと待ってください。って金あんじゃねえかよ、おめえ。みたいなね。 で詐欺師にはお金払うけども真面目にやってる私にはねお金を払わないというねこれは一体 <laughs> これは一体 <laughs> 面白い構図でございます私は今日も稼ぎ続け稼がせ続けますんでね頑張ってくださいいってらっしゃい